の動画は小売店さんの仕事って本質的に何ですかっていう動画をお伝えしてみたいと思います。基本的に小売店さんっていうのは流通業で仕入れて販売する一般的な商いの形態だと思います。で、着物屋さんとしてじゃあ小売店というのはどういう仕事なのかっていうと、流通業という側面はおそらく3分の1くらいなんじゃないかなという気がします。あとは目利き業、この仕事、例えばお客さんから染み抜きを預かったとします。染み抜きを預かってこの染みはこういう種類の汚れだから A っていう染み抜き屋さんが得意だから A に出しましょうねとか、これは黄変で変色してるから色補正の B っていう歯科屋さんに出しましょうねとか、その汚れによって状態によってお客さんに勧めるものが変わるっていう目利き力のものがもう3分の1なのかなと。で、もう3分の1はうちの店なんかは特にそうですけど、思い出作りお手伝い業じゃないかなという気がしています。ここまで世の中の商いの仕方が進んで B2B とか B2C っていう言葉がすごく昔の言葉に感じるようになりました。 B2C っていうのは企業と消費者、カスタマー、 B2B 企業間のやり取りですよなんていう言葉がありますけど、最近はもうメルカリが代表的なようにね、カスタマーというカスタマー、オークションなんかもそういうことなんだと思います。カスタマーというカスタマーも当たり前になってきたし、今度は B2C じゃなくて物を作ってる人が B を通り越えて物を作ってる人が直接消費者に販売するということも少なくなくなっているように感じます。そんな中で小売店の仕事は何ということです。やはりうちの店としては流通業が3分の1、もう3分の1は目利き業、素晴らしい商品をお客様にご提供できるのも目利きでしょうし、その人にはこれがおすすめですよっていう風にその人だけのスペシャルを提供できるのも目利き業でしょうし、例えば仕立ての件についても男物の仕立てだったらこの人が得意とか、紬のちょっと難易度高いものだったらこの仕立て屋さんとか、あとは最近あんましないですけど二重車の着物とかね、非常に仕立てとしては難しいわけですよ。その場合はこの人がおすすめとか、物によって出す仕立て屋さんが違うわけで、得意な仕立て屋さんが違うわけ、そういうのも合わせて目利きとしてできるのは小売店じゃないかなという気がしています。専門性が高いお店っていうのは実は非常に少なくなっているように感じています。どの分野においてもそうなんですけど、サラリーマン化してきたというか、金太郎飴みたいな店が増えてる気がしています。はい、そんな中でうちの店としては、まあ、着物専門店として皆さんにきちんとしたものはご提供できるようにうちの方でお手伝いさせていただいているつもりです。なのでうちの店の本当の本質的な仕事というのは3つあって、流通業、目利き業、お客さんの思い出作りお手伝い、そういうことなんだと思います。信州上田の伝統工芸資料館がね、先日非常にこう感じることが多い仕立てに関する動画を上げてらっしゃいましたが、そこも仕立て屋さんとつながっていただいてまっすぐお出しいただくのはそれはそれでいいと思います。ただどの仕立て物はどの仕立て屋さんが得意だよっていうのを私たちは目利き力で出すので、その辺がうちの店のスキルだし強みだと思っています。なので、その辺までね含めてうちとしては仕立てを扱ってるつもりですし、商品をお勧めしてるつもりですし、染み抜きもそうやってお預かりしてるつもりですし、お店の強みは何だって言われて商品力とかねいう時代じゃなくなったっていうことですよね。 B2C から C2C、 カスタマーというカスタマーになり、クリエイターというカスタマーになってきたこの時代、店として本当に強みは何かっていうのをもう一回ねきちんと内部でも確認しなくちゃいけないし、こうやって改めてですけど発信しなくちゃいけないなという気を感じました。いずれにせようちの店ではですね、非常に専門性高くいろんなことを扱わせていただいています。特に男物に関してはよその店よりも随分成功事例が多いかなという気がしていますので、何かご相談があればぜひうちの店にお声掛けいただければと思います。はい、今日は小売店の強みって何だろうということで、本質的な価値についてお話してみました。